しました。ボケーとしてて。まだ繋がってるの？練習心理。そんなに混んでんのかな？基本混んでないと思う。慣れてない人が多いからかな。例えばね、ひよこよインターチェンジおりました。ここから先はね、ちょっとプライベートもあるんでね、動画を割愛させていただく可能性がございますので、ご了承ください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それともそこの範囲を寄ってくカフェオレがないんだよ。いや、いっか、ちょっとコンビニ弁当じゃ嫌か。あー、でもたまにはいいよ。いいか、今日もなんかそのまま帰りたい気分でもある。わかる、すごくわかる。いいよ。うん、チョイスは任せるよ。弁当2個んじゃ。2個、うん、足りる？帰ってまいりましたね。さっきちょっと言いましたけども、ひょっとしたらね、つけまのラパンがいる可能性がありますので、ね、ご注意ください。つけまのラパンがいたら、ちょっと動画ね、延長しようかな。つけまのラパンが映るようにいたらね、ちょっと入っていただきます。左方向です。残念ながらいなそうかな。つけまがいないかな。つけまいないね、今日ね。いない。つけまいない。入ってったかな。左方向です。つけまいないです。GPS を受信しました。残念。いや、お弁当でいいのね。うん。タバコ大丈夫？さっき買ったけど。GPS を受信できません。
受信しました。もう温まってんの？え？もう温まってんの？え？温まってんの？温まってないよ。いや、とりあえず持ってくるよ。あ、じゃあ、え、うまい。ごめん。全部後ろに置かなくたって。だって前だと狭くなっちゃうし。そうじゃなくて、手で持ってりゃいいんだよ。人数だけ、とりあえず。女の人だった。あれライトつけっぱなしだ。教えてきてあげたら。強いでしょ。店員さんだよね。ワゴンあるからなんかつけっぱなしだよ。ワゴンあるとかなんかしねえけど。じゃあ自業自得ってやつですね。知ったこっちゃない。結構止まってるよこの車、うん、じゃあ自業自得ってやつ。ここ止めてどっか行っちゃってんだってことだよね。自業自得ってやつですね。
店員さんが邪魔見る。バッテリーやれたって助けねえじゃん。勝手に止めて。知らねえよ。まあ、そう言われてもしゃあないっすよ。止まったままハンドル切ると今ガリ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 言ってたけど、壊れてるよ。機械壊れますからね。女の人の車かと思ったら強かったんだ。こっち側の車線入っちゃった。え、なんで？合流ですよ、この先。あ、そうだ。忘れてた。あげようがないから、もさ、ちょっと特徴的だったというか、あの最後の語尾がすごい長かった。どういうこと？普通ありがとうございましたって言うじゃん、そのたがちょっと長めっていうか、ありがとうございました、まあ、そんな感じだった。あ、いろいろ特徴的なんだね。うん、しっかり待ってください。